新年号を記念したパッケージが新発売。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、伊藤園より2019年5月1日より数量限定で発売された、おーい、お茶、新茶、こちらご紹介したいと思います。こちらは、秋から蓄われた養分が詰まった新茶は、旨味の成分、アミノ酸が多く含まれています。こちらは、新茶特有の爽やかな香りと濃厚でみずみずしい旨味が特徴の緑茶飲料です。国産新茶 100% 年に一度の縁起物として健康を願い感謝の気持ちを込めて使用した上品かつ存在感のあるデザインを、採用することで新年号の始まりを祝うパッケージで発売します。新時代をテーマに新年号令和をデザインしたおーいお茶新茶の発売を第1弾としておーいお茶発売30周年記念企画を実施します。今後もお茶のリーディングカンパニーとして平成とともに歩んだおーいお茶がもっと身近な日本のお茶として愛されるようさらなる発展を目指し挑戦し続けまいりますということで、デザインそしてすごいよね。だってもう、ね、もうデザインもできるんだね。令和元年さ新茶おーいお茶でございます、はい、こちらご紹介したいと思います。カロリーは、ゼロそして炭水化物もゼロ、俳句もありますね。さあそしてボトルを強く振り振るとこぼれると、まあ、確かにちょっとふにゃふにゃなんですよねこれ、まあ、こういうふうに緑茶清涼飲料水となっております。525ml となっております。まあ、これになっております。はい。では、開けていきたいと思います。では、最初の動画ですね。いただきます、令和に乾杯です。令和が始まりましたよ。やっぱり新茶はまた違うね。苦味が少なく若々しい、新茶とはその年の最初に生育した、新芽を摘み取って作ったお茶のことです。1年で最初に摘まれる初物の意味を込めて健康を祈りながら飲まれる縁起物です。伊藤園では自社で直接仕入れを行っているため国内の新茶前線の始まりである鹿児島県をはじめとした南九州より高品質な原料茶葉をいち早く仕入れることが可能です。ということでこちら、税別150円となっております。525ml ということで全国で発売したこの大洋茶新茶、渋みはないけどあっさりして美味しい。まあいきなりね令和だからいきなりここでスタートしたいってところですけど、まあ評価としてはいつも変わらず4です。まあどういう風に変わっていくかぜひね皆さんで見ていただけたらなと思います。そしてアイコン本日から変わりました。多分ね、まだまだ馴染みがないと思います。アイコン。私もまだ馴染みがありません。まあ、皆さんにね、親しみを込めていきたいと思いますんで、今後もよろしくお願いします。はい。ということで、この動画面白いな、ためになるなって方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば、また喜びます。では、じゃあね。